えっ、ー、と、どうやらですね、あの、取引のやつを、あの、よくよく見てたら、そう、あの、えっ、ー、と、はい、ここに書いてました。ええー、ただし、取引の章の内容は、えー、今は増えさせてもらう。ええー、私はその天末を把握しているが、今は私の目にさらすべきではないと判断した。つまり、ええー、これは、後になって、これ多分、このお物語が終わった後に、 そうここに多分乗ったらね、エンディングになると思うんで、あの、エンディングになる前に、まあ、全員やろうと思います。はい。はい。それでは、早速、ちょっと、見直していきます見直していきましょうか。まず、この人だよなまあ、この人多分だけど、エドワード・ニコルズで会ってるんですよ。で、お前だよ。お前何、何 怪物じゃないこれ調子あ進んだ <laughs> 本当に進んだえっ醤でいいのこれあこれはい文蘭さんこれは合ってたんだんトーマス・セフトンとりあえず3人は合ってたか 三人は会ってたか。ええー、と、じゃあ。こっから本格的なスイリッートになるのか。うん。この取引だけは分かんないってことだよね。はい。いや、これ全員やるの多分大変だよな。待てよ、この人もさ。 なんか、あれよな、試合と弁って分かってて、かつ、待ってよ。えー、っと、どこだっけこれ単、単調さんだよね多分。うん。だそうだと、この人が、 この人と、そうそう、だって同じとこにいるってことは、多分そういうことだよね。で、まあ、恐ろしい怪物の棘で殺されたと。ほんまか <laughs> <laughs> これさ、死因が一番俺の中でよく分かってないんだよね。うん。ちょっとし、もう一回見てくるか。うん。ここから本当の、 スイーパート始まったな。あ、これ、待てよ。お前さ、お前医者じゃね多分だけど。お前さ、この人多分医者だよね違うかな医者じゃなかったら、こんなん持ってこなくない <laughs> 違うのかな 繊維じゃないのはい。えー、っと。まあ、一番個人的に気になるのは、あの、牛のとこだね。牛のとこだ、病のとこか。あの、恐ろしい病のところに、医者っぽい人がいたから、そこで、ワンチャンわかるかもね。うん。あの、後をたっていけば、わかるかもしれない。 とということで、ちょっといきますわお前じゃね医者違うかやっぱお前だよな医者やっぱお前だよなここにいんもんなえー、っと死亡は ここでか。はいはいはい。で、ヘンリー・イバンズさんは、えー、怪物の爪で殺された。爪か <laughs> 待てよ。そもそも疑うんだけど。ひめじゃない違うかこれさ、爪って書いてるけど、これ全部もしかしてひめだったりしない <laughs> 違うか まあちょっと、三つの、あれが分かってなきゃダメなんだけど、この人物が、多分、ヘンリー・エヴァンズさんだ。で、ヘンリー・エヴァンズってそうだよねこ。生きてんだよね。この人物自体がヘンリー・エヴァンズだから、えー、はいはい、ちょっと待ってよ。ここの中にあるよな。 モロッコのフランス人、えー、モロッコのところか。えー、待てよ。この人は生存してて、モロッコの、待てよ、これ。なんて、なんて言ってたっけちょっとごめん。とりあえず、適当にやって、モロッコなんて言ってたっけ えーっと、フランス人在所。はい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 。ってことは、どこだったっけここの中から探すものもままあれだよな、あれだな。えー、っと、あ、いたいた。ヨーロッパ大陸。はい。 そうだねフランス人在住だから多分ヨーロッパ大陸だ,だったはずはいじゃあちょっとごめんなさい今日はこれで終わりにしたいと思いますじゃあちょっと次回次回はあれですねちょっと一人一人またどういう感じかっていうのを見ていきますわはいうんこれね一からまたやらなやらないといろいろね考察できないと思うわちょ時間をかけて ちょっとこれはゆっくりとやっていきたいね。うん。それでは、えーと、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とか高評価とかよろしくお願いします。それでは、さよなら。